西洋の王室のベッド店街付きで必要に応じてカーテンを巡らせることもできるホテルなどで行われるベッドメイキングの例ベッドまたはベッドとは床を表す言葉である日本語では主に寝床の意味で用いる寝台と意訳される場合もある奈良時代以前に中国より伝わった正倉院には聖武天皇のベッドが保存されておりかなり早い段階から 皇族や貴族、高級官僚などの間で使用されていた。しかし、平安時代に、畳の出現とともに居住空間の様式が変化し、廃れる。一般には、当初から広まらなかった。戦国時代、戦国大名である、大友義重が、大阪城に招かれた、際の記録、越見記には、天正11年4月5日のこととして、 豊臣秀吉のベッドについての記述が見られる。秀吉のベッドに関しては、ルイス・フロイスの日本史にも記述が見られる。江戸時代は、出島における外国人の召喚において、ベッドが用いられていたため、交流のあった一部の日本人には、西洋文化としての認識はあった。明治以降、欧米式の生活様式が広まるとともに、再度伝わるが、 畳の上で寝る形式が普通であった日本ではあまり広がらず、病院や軍隊等、特殊な生活環境を要求される際に使用するものの意味合いが強かった。日本に外来語としてこの語が入ってきた当時はベッドとも呼ばれていた。ドイツ語ではベッドであり、ドイツ医学由来の呼び名を使っていた医療現場を中心にベッドが納入されていたために、その影響もあったのではないかとも言われる。 英語教育の浸透した戦後世代からは、ベッドと呼ぶ人も増えていったとみられる。昭和30年代、双葉製作所が徹底的な営業戦略を展開し、折からの団地、洋風住宅ブームも相まって庶民に普及していった。この時期、販売ルートは五福店が担っていたという。括弧内の数字は、建築設計者が標準的に用いる参考寸法。宮は、 長さプラス2 0 0、mm、トル程度。実際のベッドの大きさやその呼び方は国や企業などによって異なる。ヨーロピアンスタイルヘッドボードとフットボードがあるベッド。ヘッドボード部分に小棚のついているベッドもある。ハリウッドスタイルヘッドボードはあるものの足元の部分にフットボードがないベッド。ヨーロピアンスタイルの場合と同様にヘッドボード部分に宮のついているベッドもある。 二段ベッド上下にベッドを積んだ形状のもの。上段を利用するためにはしごが付く。三段ベッドもある。ロフトベッド二段ベッドの上段のみといった形状。専有面積の広いベッドを上に押し上げ、二段ベッドの下段に相当する部分に机やタンスなどを置いて、特に狭い環境に置いて空間を有効に使用することができる。折りたたみマットレスに金属パイプと キャスターがついているもの。布団を敷いたまま、マットレスを立てて、長さを半分にした形に一人でできる。重量はあるが、キャスターで一人で簡単に移動することができる。ソファベッドソファと、ベッドが兼用で使用できる構造のもの。ソファの状態から折りたたまれた座面の部分を伸ばすことができ、簡易なベッドになる。作り付けベッド室内に、造作工事にて制作される後付け家具。 重機としての信頼のこと。ベビーベッド乳児の転落を防ぐために周囲をサークルで囲い、また世話のために適当な高さとなっているベッド。柵には動かして遊べるようなものも取り付けられている。介護用リモコン一つで操作でき、背上げ、足上げと左右に寝返りの機能があり、飲食や読書などを補助するためのベッドテーブルが付属するものある。日本初めてのベッドとしては、 木村信台がある。医療用儀で作ったシングルベッドがある。簡易ベッドさらに簡素な構造のものとしてコットがある。分割ジョイント式にされ、付属している折りたたみ式 X 字足の上に乗せて使う。主として野戦病院や屋外救護所、軍のキャンプで使用するもの。畳ベッドベッドのマットレスの代わりに畳を使用したもの。近年日本の家屋で、 洋間が一般的となり、洋間だが畳の上で寝たいというニーズが増加したことに対応して生まれた。ベッド用のマットレスは式普段のもとに使用するウレタンのものと異なり、中にスプリングが入っている。スプリングは鋼鉄製でスプリング形状にそれぞれ工夫がなされている。形状によって S 式、Z 式、ポケットコイル式等がある。 体重やサイズによりバネスプリングの高度が異なるため用途により選択される木製部分と底面の間に毛布などを敷くことによって摩擦による表面のほころびを防ぐことができる3ヶ月ごとに表裏上下を変え1年で元に戻すなどバランスよく使うことにより寿命が伸びるありがとうございます